過度な心配ですとか、あとは嫌だったことを思い出して脳内でリピートしたりと、マイナスな方向にエネルギーを使わないことです。皆さんこんにちは、スピーチャーリッチ3人です。今日もありがとうございます。明日は午前2時55分に獅子座で新月を迎えます。2週間前の山羊座の満月のテーマは、毎日コツコツと地道な努力で社会的な成功運や金運が強化されるということでした。継続は力なりということで、毎日コツコツお仕事やお金に関するアクションを継続することで何か変化は起きていますでしょうか。明日新月を迎える獅子座は、自分を表現する自己表現の星座ですけれども、獅子座の獅子といえば百獣の王ライオン、その風格と華やかさでひときわ派手で目立つ星座でもあります。今回の新月は自分に自信を持つこと、つまり自己肯定感を上げることや、自分の人生を主役として思い切り楽しむこと、つまりは自分軸をしっかり持って、他人や自分以外の何かに依存することなく、自分の手で人生を切り開いていくことですね。そんな生き方がしたい方にとっては大きな追い風となる新月です。今日は1つ目に、この十二星座の5番目である獅子座がどんな星座なのか、この獅子座の3つの特徴をお伝えします。この特徴を知っておくことで、獅子座新月の願い事も断然叶いやすくなっていきます。それから2つ目に、明日ピンポイントでホロスコープから読み解ける情報をお伝えします。獅子座新月ということだけじゃなくて、その他の惑星の配置も踏まえながら、この時期どう過ごしていけばいい波に乗れるのか、これを紐解いていきたいと思います。そして最後3つ目に、明日の獅子座新月に願いが叶いやすくなる5つのルールをお伝えします。新月はスタートやリセットの象徴で、新しい物事へのチャレンジ、あとは目標を立てたり願い事をするのにも最適な日です。実際、新月に苗を植えると、他の日に植えるよりもよく育つということが分かっていまして、これだけでも新月の日は成長を拡大していくエネルギーにサポートしてもらいやすいということが分かりますよね。そして新月や満月では月を迎える星座のパワーが強くなります。明日は獅子座の新月ですので、獅子座のテーマに沿って目標設定をしたり、宇宙にオーダーをすると願いが叶いやすくなるということなんですね。で、今からお伝えするこの獅子座の情報は、男性であれば太陽星座か月星座が獅子座、女性であれば特に月星座の方が獅子座の方であれば当てはまっていることが多いはずですけれども、他の星座の方にとってもこの時期どう立ち振る舞えばいいのか、どんな風に願い事をすればいいのかのヒントになりますので、ぜひ集中して聞いてください。獅子座のテーマは自己表現、自分軸、創造性、カリスマ性、華やかさ、自信、あとはドラマチックな展開、こういったものが挙げられますけれども、今回ピックアップしたい1つ目の特徴としては、楽しみながら自分をアピールする表現力、こういったものです。十二星座は人の成長ストーリーを表していると言われているんですけれども、この5番目に来る獅子座は人間でいうところの思春期にあたります。家族と一緒に過ごす段階を経て、今度は家族以外の人たち、つまりは他人ですとか外の世界に自分の気持ちを伝えたいという欲求が強くなる人生のステージなんですね。ステージに上がって自分をアピールするですとか、注目を浴びながら自分を表現すること、こういったことに喜びを感じて、自分が人生の主役、自分が世界の中心になって夢に向かって突き進んでいきます。獅子座は十二星座の中でも一番というくらい自己表現がうまく、自分をアピールすることが上手です。物事の中心、主役的な役割を果たすことで、人から称賛されたり認められたり、そのことで自分は特別な存在だと実感できる。つまり周囲からの評価によって自分を知ろうとするということなんですね。ただこれは他人軸とか他者依存で人にどう思われるかを心配する、執着するということじゃなくて、独りよがりじゃなくて、ちゃんと自分の魅力で他者を喜ばせることができているのかどうか、これも大切にするんですよね。まあ、そういう意味でサービス精神と言ってもいいかもしれません。とにかく自分の魅力を輝かせることで人々を楽しませたり幸せをお届けする、こういったものが獅子座の才能だと思います。星座にはそれぞれ火と水と土と風の要素がありますけれども、火の要素が強い獅子座は情熱的に前向きに理想に向かって突き進んでいきます。自分の力で自信を持って新しい道を切り開いていくというようなキャラクターなんですね。
その分失敗の数も多くなるかもしれませんけれども、でも失敗しても常に人生の主役にふさわしい振る舞いでさらにチャレンジを続けます。獅子座の2つ目の個性としては、華やかで決断力のあるカリスマ的リーダーというものが挙げられると思います。獅子座は天性のカリスマ性がありまして、人の心に火をつけるのもすごくうまいです。なのでリーダーあるいはモチベーターとしても決断力が高いので、自然と人の中心にいることが多いキャラクターでもあります。周囲に認められることでさらに成長して、また期待されることでもどんどん伸びるポジティブな性格なんですね。獅子座のリーダーは寛大で情にも厚いので、弱い立場の人たちにも力を貸してあげられるような、そういう面倒見がいい人が多いなと僕も感じています。獅子座はカリスマ的なリーダーだということなんですけれども、それは器が大きくて寛容で自信に満ち溢れていて包容力もあって頼りがいもあるということなんで、まあ当然のことかもしれないですね。獅子座の3つ目の個性としては、好きなことでドラマチックに生きるということが挙げられると思います。獅子座は自分が好きなことを思う存分やって周りの人を巻き込むことで、他人にもその幸せや喜び、楽しい気持ちを分かち合いしていく星座です。ビジネスの分野でも芸術の分野でもそれができる星なんで、まさにこの時代、好きなことで生きていく、そういったことを体現できる人たちです。持ち前の巻き込み力とカリスマ性、派手で目立つキャラクターでドラマチックで楽しい人生を送る、以上が獅子座の個性特徴ですけれども、なんとなくイメージ湧きますでしょうか。さっき言ったような、太陽星座月星座が獅子座の方であれば、特にこの特徴当てはまると思うんですけれども、もし当てはまらないと感じたとしたら、今日お伝えしたこの獅子座のキャラクターを意識して今後は生活してみてください。意外とその生き方が合っていて、どんどん人生が良くなっていく可能性は高いと思います。特に女性は月星座が性格の大部分を占めているとも言われていますので、興味がある方は月星座計算なんかの言葉でネット検索してみてください。では今日2つ目ですね、ホロスコープから見た明日7月29日のメッセージをお伝えします。まず1つ目、明日の新月は責任を意味する土星と物事を拡大させる海王星、そして人生の変容を意味する冥王星が逆行中であるというポイントを押さえておきたいと思います。この流れは夢見るだけじゃなくて、現実的に自分のゴールや目標を再確認するよう、一旦立ち止まって確認するように働きかけているように見えます。2つ目が、それに加えて逆行中の土星と知性とコミュニケーションを意味する水星がハードアスペクト、これハードな位置関係と言われる関係性になっています。この配置で気をつけたいのは、過度な心配ですとか、あとは嫌だったことを思い出して脳内でリピートしたりと、マイナスな方向にエネルギーを使わないことです。獅子座の新月ですので、楽しいことや幸せなことを見つけて、よりワクワクする新しい人生をクリエイトしていくと、そう強く意識してください。決して不安事やネガティブ感情に意識を取られないということですね。またハウスと言いまして、第1ハウスから第12ハウスまでどこに何があるかでもメッセージが変わってくるんですけれども、3つ目になります、明日の新月は資産を意味する第2ハウスで迎えます。第2ハウスが示す資産というのは、具体的に言うとお金や時間や価値観のことです。自分を表現することがテーマの獅子座の新月なんで、自分の好きなこと、興味が向くことが収入につながったりだとか、好きなことを仕事にしたいという人には道が開けていきます。ぜひあなたの好きなことに正直になって、それをどうすれば仕事に生かせたり、それそのものを仕事にできるのか、この時期は本気で考えて行動を起こせば道が開けるチャンスがきます。4つ目に注目したいのは、目標を意味する第10ハウスに幸運の星木星がいて、月と非常にいい角度、トラインと呼ばれる位置関係にいます。ということはやっぱり仕事で自分の世界を広げて社会で認められるようになったり、自分の好きを活かせる仕事につける、そんなチャンスが期待できそうな時期に差し掛かっています。それでは今日最後3つ目になります、明日新月の願い事を書く時の約束事と5つのルールをお伝えします。明日の新月は午前2時55分に向かいます。それから8時間以内の午前10時55分までが新月から特に強いサポートを得やすい時間帯になるので、新月の願い事を書くのであればこの時間までにやるようにしてください。ただし時間的に願い事を書くのが無理な場合は、48時間以内の31日の午前2時55分までであれば月のパワーは有効です。
そして月のエネルギーが落ちるボイドタイム、このボイドタイム中は願い事は極力書かないようにしたいところなんですけれども、今回は新月の翌日30日の午後1時28分からさらに翌日31日の午前3時10分までの約14時間ボイドタイムが続きます。願い事を書くタイミングには気をつけられてください。願い事は A4 サイズ以上の紙に自分の好きな色の消えないペンで書き込まれるといいと思います。それではこの新月の願い事を書くときの5つのポイントをお伝えしていきます。1つ目は、願い事1つにつき1つの簡潔な文章で書くようにしてください。1つの文章の中にあれもこれも願望を入れるとよくわからない文章になってしまいますので、願い事の数量は願い事1つにつき1つの簡潔な文章で書く。そして願い事の数は自分が今コミットできる数量に留めておいてください。2つ目は、願い事は叶った体で過去完了形で書くということです。例えば、私はカウンセラーとして毎月50人のクライアントの夢実現をサポートし、月収200万円をコンスタントに稼ぎましたという感じで、もうそれが叶った後のこととして書いてください。3つ目は、主語を自分にするということです。誰それさんがいい人になってくれましたとか、誰それさんがこういうふうに変わってくれて願いを叶えましたというような他人が主語の願い事じゃなくって、私はこういう行動することでこういうふうになりましたというように、あくまで自分を主語にして願い事は書くようにしましょう。あの人がこんなふうに変わりましたとかね、この人の性格がこういうふうに変わってくれましたといったような他人が変わることを願い事に書くのは全然本質を逸れていて全く意味のないものになってしまいます。4つ目は、自分だけじゃなく他の人も幸せにできる願い事を書くということです。願望を叶えていくにはここはすごく大切なポイントになります。自分が幸せになるということだけじゃなくて、それも大切なんですけれども、それが叶うことで他人も幸せにできる願い事だと夢はとても叶いやすくなります。例えば、さっき言ったみたいにですね、私はカウンセラーとして毎月何十人のクライアントさんとご縁をいただくことでたくさんの方の人生好転に貢献しましたという感じで書けば、自分の夢が叶うと同時に他者も幸せになるような願いになりますよね。こういったものが断然叶いやすくなります。願い事の書き方5つ目としては、今回の新月に沿った願い事も書くということです。獅子座のテーマでもある自己表現、自分軸、創造性、カリスマ性、華やかさ、自信、そしてドラマチックな展開、こういったものにまつわる行動、あとは第二ハウスのテーマでもある資産とお金に関する願い事についても書いてみてください。ということで、以上が今回の新月の願い事をする際の5つのルールですけれども、恒例になったんですけれども、もしよろしければ予行演習として何か一つでもいいので、この動画のコメント欄にあなたの願い事を叶った体で書き込んでみてください。そして他の人の夢もぜひ応援してあげてください。コメント欄で他の人の夢を応援することでも自分の夢も断然叶いやすくなります。みんなでお互いに応援し合って、このエネルギーの渦を作って一緒に夢を叶えていきましょう。そうだ、明日はこの獅子座の新月のヒーリング動画をアップします。明日の動画は新月から48時間以内に見ていただくことで効果を最大限発揮しますので、タイミングを見逃さないように今のうちにチャンネル登録とベルマークのクリックもお願いいたします。それではまた明日お会いしましょう。スピーチャーリッチ3人がお届けいたしました。あなたの大成功をお祈りしています。